にちは。こんにちは。今回の朗読劇に出演いたします、松崎義邦と言います。私、石原智香と申します。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回の公演はですね、松戸の宝物、松戸市の美術コレクション展関連イベント、リビドー板倉かなえ澄子でございます。あ、はい、結構長いタイトルですね。そうですね、結構今行き過ぎ大変でした。はい、でこの公演はですね、松戸市の教育委員会の方が、企画をされて、松戸市を拠点に活動しているリビドー演劇集団の演出家兼代表兼生粋の松戸っ子である岩沢さんにお声がかかって今回の公演が実現することになりました。はいはい、なのでこの公演はですね、リビドーの演劇公演ということになるんですけども、私たち出演する私たちはリビドーの俳優ではございません。そうなんです、はい、違うんです。そうなんです。じゃあなぜ私たちがここにいるのかと申しますとですね、はい、今回その公演の企画名が松戸の作家の紹介講座っていうことで、まあ、岩沢さんがですね、せっかくだったら松戸にゆかりのあるアーティストと一緒に作品を作りたいと言ってくださって、私たちにお声がかかったっていうことなんですね。はい、ゆかりがあるんですね。ゆかりがあるんですね。はい、私はですね、地元が出身地が島根県なんですけども、1年ぐらい前から松戸に住んでおります。はい、今まさに住んでいる。あ、そうなんです。はい、あとちなみにですね、岩沢さんとは大学の先輩後輩っていう関係でもあったりするんです。そんなご縁もあるんですね。どんなご縁なんですか。私はですね、大学1年生から4年生まで北松戸の方に住んでおりましたので、かつて住んでいたものでございます。住んでいたと。はい、まあね、松戸に住んでいる松崎と住んでいた石原の2人で今日、ね、お送りしたいと思っておるんですけども、はい、まあ、2人といえばね、もう皆さん板倉かなえと澄子でございますね。こちらですね。はい。パリは本当に芸術家の天国のように、絵についての何物もたやすく得ることができ、他で見られないものを見ることができます。本当に私たちは感謝しております。本当に一生懸命見ても見尽くせないこの芸術をなるべく多く見、自分の勉強を高める心が起こってまいります。その代わり、また一方、自分はバカで小さくてしょうがない気がいたします。当時はエコールド・パリの全盛期であり、世界中からたくさんの芸術家たちが集まっていました。その中には数百人の日本人もいましたが、ハワイで他人に振り回され、制作に集中できなかった苦い経験をしていたかなえと澄子は、帰国までの限られた時間をできる限り制作に充て、成果を上げるために、日本人同士の付き合いを、ごく少数の画家たちを除いては、当分避けていたようです。君はフランス人みたいに仕事ができるかね、と聞きますから、クソ!誰がフランス人の真似なんかするもんかと言ってやったんです。そしたら、では絵を見せてくれたまえというのが元で入ることになったんです。これがもしあまり惨めななりをしていったら、たとえ良い仕事を持っていっても相手にしてはくれません。寝巻きと礼服があればパリでは過ごせるとはよく言ったものです。
私は他人の言うことを信じたことはございません。自分でちゃんと目で見た他のことは。では皆々様、何卒この変な気候にお身を悪くなさいませぬよう、くれぐれもお願い申し上げます。すみこ。